思ったんですけど、あの、のぼせとんまんとのバトルの時に、なんかウォッチャーがさ、水着で出てくるのはちょっとわかるんですけど、なんかおじいちゃん出てくるじゃないですか。こちらですね、のぼせとんまんとのバトルなんですけど、これ行ってみましょうか。超モードののぼせとんまん。なんかあの、桜の湯、だんだん坂にある桜の湯に行ったら、後ろの方で、なんかあの、おじいちゃんが踊ってたり、で、今回のそのバトルとかだったら、取り付くこともできるんですけど、あのおじいちゃんってさ、正体は、我慢ガタロウさんちゃうんかなと思って、昔アニメ妖怪ウォッチで、なんだっけ、モレゾーの進化したガマンモスっておるじゃないですか。そのガマンモスが師匠と言っているガマンガタロウ氏ではないかということで、ちょっとね、使ってみたいなと思います。昔なんか妖怪ウォッチ3の時も出てきたんですよね。ダンダン坂でピンポンイベントでなんかガマンガタロウさんが出てきて、なんかあの、操作してはいけんみたいな、今から何もボタンを押してはいけんみたいな言うとったんですよね。 3DS の時だったっけ。それが、まだまだこれ、妖怪ウォッチ4でも出てきたということですよね。モレゾウが、なんかいっぱいおって、その中のその師匠、老師として、ガマンガトロウがおって、まあ、だから本当に、ガマンの、なんていう、マスターっていう感じだよね。マスター、ガマンガトロウが、今回も出てきてるってことだろう。なんか一回取り付いたことあるんやけど、ガマンガトロウ氏に、あれだ、そこまでなんか、効果なかった気もするんやけどな。ウォッチャーとかやったら結構操作ボタンあるけど、なんかあの柴犬みたいなやつとかガマンガタロウ氏とかイケメンとかいろんなよ、いろんなキャラクターに取り付けるけど、なんかあんまりボタンがないんよな。でガマンガタロウ氏もそんな気するんやけど、もしかしたらのぼせとんまんに有効なキャラなんかもしれないよね。のぼせとんまんも熱いお風呂がすごい得意というか好きやないですか。なんかいつもマグマみたいなお風呂に入ってさ HP 回復したりするけど、ガマンガタロウ氏もめちゃくちゃ熱いお湯慣れているのではないか。ちょっとその辺も検証してみたいなと思います。超モードののぼせとんま、あ、ちょっと待って、最近ゲットした影おじさんヒーラーなんよね。回復の術とかで叩くとかもあるよ。超新の影おじ、ボクシングみたいなパンチしてね、で回し蹴りみたいな、叩く叩く叩く。これコロコロのキャラだったっけ、影おじさん。影おじシャドウスタイル、あれだ、もうちょいでゲージ溜まってシャドウサイド化して竜になることもできるけどね。パンチパンチキックみたいな、パンチ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 キック、シャドウサイド化できるーなってきましょう。シャドウ竜になるでー。でこの状態で必殺技打つと開けなんかな、闇払いのなんとか言うんだけど、ヒーラーなんだよな影おじさんは。でしかもスキルがゾンビ系なんだよね。なんだっけ、おぼろみたいなやつで、パンチ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 、竜でパンチ、叩く叩く叩く。スキルがおぼろで、一回気絶しても HP 回復みたいな。いいっすよね。かっこいいよね、長身の影落ち。コロコロコミック限定のキャラやったっけな、シリアルコードで入手できるんですけど、手形をね、影落ちとバトルできる、手形を入手できるんだけど。後ろからボコスカボコスカケツを蹴るでこっから鬼玉ドロップし始めるやつですね。回復極楽の術とか吸収の盾、何それ、これが吸収の盾。へー、他の敵もおるけど吸収の盾って何すかね。敵の HP とか吸収するのかな、敵の攻撃を吸収みたいな。とにかく桜の湯でガマンガタロウ氏を使ってみたい。なんか結構やっぱりウォッチャーの水着に注目しがちですよね、桜の湯行くと。夏目とかふみちゃんとかもね、可愛い格好してるし。これちょっとレアキャラじゃない、俺闇夢なっとるしみたいな。これさ倒すと誰、これキャラ何、あれがキュン太郎か。めっちゃ俺にダマドロップするやつやん。とりあえず倒しとか。たまになんかこういうやつおるよね、妖怪の名前のところが金色の名前になってるみたいなね。超モードののぼせとんまんだからそんな強くないと思うけど、行きましょう。だからさ、だんだん坂の昇天寺の近くにガマンガタロウさん住んでて、でこの桜の湯に入りに来てるかもしれないよね毎日常連さんみたいな感じかもしれないですよね。と影落ちにしまして、でガマンガタロウ氏来るのか、
取り付くキャラちょっとチェックしていきましょうか。あ、もう後ろの方で踊ってはるけど、あのキャラちゃうかな。よくノバストンマンとバトルすると後ろの方で踊ってるおじさんおるけど、あれは我慢ガタロウシなのじゃないかと。なんかいろんなキャラおるよね。チュッ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 、なんかいろんな、あ、シンくんが出てきましたよねと。シンくん、シンくんアップで、こちらおじいちゃん、なんかこう変わったおじいちゃんとかも座ってはるんよね。男女問わずスーパーワー、スーパーワーみたいな、スーパーワーみたいな感じですけど、水着でお風呂で、秋のりさん登場ですわ。秋のりチーン、プニプニのボディ、プニプニのボディ、我慢ガタロウさん来るのか。ちょっと攻撃していく、後ろから攻撃していく、そこだ、ふぃや、おじいちゃん来てるかにゃーん、我慢ガタロウさん来てるかな。お、トーマッチがやってきました。順番にこう来るって感じですよね、ウォッチャーとかがね。でこのウォッチャーだとお風呂のマグマとかをね冷やすことができるんですけど、最初バスターズ始まった時だいぶ序盤手こずりましたよね、こののぼせトーマンね。あ、ケータ、ケータッチがおりますねと。ケータッチに取り付いて遠くから攻撃する、みんな行くよ、貫きスパイラル、ケツからザッパーンって。おじいちゃん、あ、夏目登場、夏目さーん、夏目さーん、夏目さーん、こんにちはと。なんかこうバスターズのさ、カラーっぽいよね、赤に青に紺色、赤色、白色の水着、めちゃくちゃ可愛いよね、似合ってるよね夏目ち。おじいちゃんは我慢が新しい、コンサルおるけど、おじいちゃんが出てこないぞ。我慢ガタロウシが出てこないぞ。あ、ふみちゃん。ふみちゃん、アップでドン。こちらがふみちゃんの水着ですよね。かわいい。ちょっと、体を借りしまーす。そして、冷やす。冷やす。我慢ガタロウシやと思うんやけどな、まだ来ないよね。しんくんがまた登場。どのタイミングで出てくるんだろう、我慢ガタロウシか。あ、イケメンも来てると。イケメンも登場しているけど。みんなヒーリング。あ、ちゃうわ。みんなヒーリング。みんな HP 回復しといて。まだその時じゃないのか、我慢ガタロウシ。あ、ジンペイ君も登場してますよね。ジンペイ君使っていく？ジンペイ、シンプルに殴る。で、この妖剣赤げんこつっていうのが、要は、ジンペイ君の必殺技みたいな。てめえ！映画、妖怪学園は猫はヒーローになれるかって主人公、ジンペイ君。もうアニメでもね、今主人公ですからね。回避。ちょっとずつ HP 減ってるよね。で、じっちゃんがまだ出てきなくない？じっちゃん。おい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 。このタイミングで、ね、のぼせどんまんが燃えてるときに水を当てるとチャンスタイムになるはずだよね。狙われがちだけど、どうすか、狙われがちだけど、このタイミングでチャンスタイム、いいね、いいね、攻撃していこう。あ、フレジャー田中とかもおる。フレジャー田中もなんか鬼玉めっちゃドロップするみたいな話らしいけど、なんかおばちゃん、おばがもうなんか取り付いたらさ、あ、クミちゃん行っちゃった。なんかおばあばも取り付いたら相手の動きを止めるみたいな効果あるみたいですけどね。水着でバトル、あ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 、ついに、ついにおじいちゃん登場、ついに戦闘おじさん登場。これかな、あれ、これかな、戦闘おじさん、これが我慢ガタロウシなんか、これ、あ、ちょ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 、これが我慢ガタロウシなんだろうか。ちょい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 、見た目は我慢ガタロウシに似てるけど、この戦闘おじさんに取り付く、するとお風呂に浸かるぐらいなんだよな。で X ボタン押すとどうなの、
このマグマの中入るってこのマグマの中入るっていう、あ、しかもチャンスタイムになったんやけど、このマグマのおじさんのおかげでチャンスタイムになったってこと、もしかしたらシャドウサイドが竜で叩く叩く叩く、このチャンスタイムの時に殴りまくると鬼玉めっちゃドロップするだということだよね。おお、大きいお風呂言ってますよ。種類もいろいろあるみたい。よし、全部入るぞ。入れへんねん、今。今全部入れへんねん、ケータ。ケータが来てるってこと？ケータのセリフがあったってことだけど。これは夏目あって、夏目まっすー。さっきのが、やっぱり我慢が当たるしっていうことなのかな？そういうことなのか？でも可能性濃厚じゃない？銭湯のおじさん、我慢が当たる説。水着の夏目頑張れ。夏目って私服も割と赤とか青多いけどな。シャ夏目最後頑張っていきましょう。なぎなたで攻撃、みんな攻撃アップ、そして陽気なぎなた、なぎなたで攻撃。あ、ジャオーカイの必殺はできんじゃん。切り替えまーす。切り替えた瞬間にジャオカイラの必殺技打ったんかな。ジャオ反撃派みたいな。お疲れ様、お疲れ様でウィッスー。はい、ということで検証結果なんですけど、水着姿の夏目ふみちゃんやっぱ可愛いなと。そしてやっぱりあの銭湯のおじさんは我慢が当たるじゃないのかと、高確率で我慢が当たるしではないかという感じですね。トンマンの名はとビリゴクダマゲット、ということで以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。